ですね、ご覧の通り晴れです。久しぶりの晴れなので、今日はハンターカブでキャンプに行きたいと思います。場所はキツルギ山オートキャンプ場というところで、菊川の方にあるんですけれども、そちらはまあいろいろ天気予報も調べたら風も今日は少ないということで、今回そちらのキャンプ場にしました。で、今日のルートが、まあ、国道1号線からも行けますし、この150号からも行けるんですけど、こっちの150号の海沿いの道の方が僕は好きなので、まずはこの150号線をひたすら西に向かって行きたいと思います。とりあえず今島田のスーパーマーケット静鉄ストアにいるんですけど、こっからちょっと道が分かんないので、ここで買い物をしつつ道をちょっと、検索していきたいと思います。
左見て、よし、
今日は、椅子を忘れてきてしまったので、マットを引いてこんな感じで今日は地べたスタイルで焚き火したいと思います。重いっすね。あ、いいじゃないですか。あ、これ栗なんですね。そうなんですよ。うん。今からこれ切りますよ。これをこうやってこう一気にやるんですか。で、それ端の方から。あ、端の方から。そうです。こんな感じですか。逆光やな。重き。あ、できた。あ、なるほど。うん、なるほど。あ、気持ちいい。分かりました。そういう感じで。ありがとうございます。はい。
豆が割れた。もういいや、限界。でかい豆燃やそう。あの滑り台、滑りたいな。でも今日はカンスロじゃなくて、ここのフリーサイト、他のキャンパーさんもいるんだよな。で、滑りたいな。あれどうしよう、やりたいな。でもおっさんがやっててもな、恥ずかしいかな。やっぱやりたい、やりたい。楽しかった、楽しかったけど、みんなに見られて恥ずかしかったけど、満足。
よいしょ。よいしょ。